おっしゃー、エノンジャスボクンゲームでございます。ということで、今回ね、今回もですね、ウィニングイレブン、やっていきましょう。久々の試合動画ですね。お相手のレートがね、923。高いんですよ、結構。で、メンバーが、どうしよう。サイドバック、フィリペ、調子悪いんで、リード、やっていって、まあ、前線はいい感じっすね。ネイマール、メッシ、今週 A だしね。その部分も含めて、マチュイディもいい感じ、バランス。で、ベンチメンバーもね、結構いいんで。レイノも絶好調。いいね。で、お相手のメンツが？あー、ルカクやっぱいるね、今週。ジェロボア、クリバリか。あー、4CB か。やっぱサイドから攻撃中心にしていきたいですね、じゃあ。ユニフォーム変えよう。色見づらいな。しゃ。まあ、なんといってもね、今週は結構ドリブラーが調子いいんでね、ガンガンドリブルしていくしかないと思ってます。でね、変にね、なんかね、実況でもね、喋ろうとしてね、集中力欠いてもあれなんでね、まあ、的確なこと言いながら実況していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。まあ、最初、できるだけね、プレスはね、かけたいんですよね、僕。さて、北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？ネイマールですね。早いまあ、自ね。分のスピードとテクニックを持ち合わせるストライカーですよね。そうですね。遊び心と決めた気のあるプレーは見ていて楽しいですよ集中しろ。ね。なるほど、そういった部分も評価ああ、できこるれスタ攻イル。撃せ参加設定かな、多分。どうなんだろガンバう。とし来てた来た来た。は、高さ多で分すルね。カそクこ狙大っ事てなとくこるろだでろ、すこね。れ。絶対ルカクじゃん。もうルカクついとこ。いや、ピケだったー。まずい。ナイス。これはよく例の止めま絶し好た。調だからスペイね。ン人がキーパーに助あけられそたこと、形になりちまゃんしたと。よね。まずい。素晴らしいセービングを見せたのは例の。ボール入りましたよ。あぶね。ここあぶはね、オあフぶクね。リア。危険なシーンでした。チャンスだ。何してんの？緩いボール。シュート。いや。決まった先制。ちょっとゴ待って、それはダメだわ。ああ、ちょっと待って、もう一ガン回、バ先集制中1し直対そ0。う。いやー、こういうミスからね、北失澤点すさん、るとこれうまくね、マちょっークをと外チしーまムしのたね、ね。あー、待って待って待っそうて。ですね。出し手のイメージま通りのずパいスね、に、これ。ここぞというタイミングでもらいに行く。その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の世界で飛びなん出かすボールタがイミ伸びングをる測ってね。ますからね。相い手ディフや、ェンダーよりも早く反応してしタまっイミた。ングが、いや、先マ制ジ追加ちょっとやばいやばい。ガンバ。待って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 。ガンバ早こくれ追いま込む。ずいぞ、マジで。何してるのこれ。頭いでや、正確ボにールロ流スしとてかきがまし早た。かったね、いい今、シュートほでんしたと。ね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。そう。こんなとこで負けたくない。今日2点目のゴールです。さあガンバ着実に得点を重ねていきます。2対0。ガンバとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。拾いたい。なあ、なぜこぼれる。ガンバはチームメイトムービングいを見やー、据えて2-0戦きうついっすね、これ、作戦結開始の構。方法としてはどのようなものがあるんでしょう。いや、そうでちすょっと、ね。オンザボールのなん方だ、こがれ。たくさんあるので一概には言えないんですけどもね。すでに捕まえる意識は OK、高いと思いそまれすは読む。ね。ただ状況によっては選手いの構成やー、もただ全く今崩さないの、いい場所もありますからね。最初2点でそれだいがぶ大持っ事なていとかころれですてよますね。ね。まあ結局基本的にはケースバイケースになってくると思いますからね。ただあれなんでそこにいるのみたいな状況は作らないことが今日は大事になってちくると思いまょすっとカーソルチェね。ンジが、わあ、なんで？オッケーオッケー。ガンバはちょっ先ほどから前と線入に力サイドががワイドちゃにんと展入って開くしれてよ。見えるんですが、北澤さんどうご覧になりますか？確かにサイドに張ってますよね。こういう場合は少ないタッチ数で素早く展開すると効果的ですよいね。や、そうすることでサイドで決ゆっめくなりいととボールね、を前進め半る。中に決めないと、これいや、だいぶ素き早ついく展サイ開ドでチェすンジをね。して反対側の選手に、ボールを渡すことが
ができればチャンスになりますからね。いや、どこヘッドしょんの。うわー、待って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 、焦らない。2点差だとちょっと焦るね、少し。ただここ勝ちたいね。あー、もったいない。いや、ナイス。これはもう、あー、なんで伸びる。いやー、いやーって感じ。もう全部決めろ。よし、こういう場面で試合が怖いんだよ、非常に。2点最初に取られちゃうっていう、このハプニング。うまいな。こぼれるね、こぼれちゃうよね。イエスイエス。スライディングやっぱ強いな。ジェラール・ピケからルカク、スルーパスを出す。長い縦へのボール、サイドのスペースを使う。イニエスタ、ここはカットします。イニエスタ、え、ちょっと待って、通りませんでした。アップな。ややトゥーレ打つか、シュート。オッケーオッケーオッケー。その前にもあったビッグチャンス、サポーターため息が聞こえます。集中しろ、どこ使うか、しっかりね、どこ使うか見ていこう。いいや、オッケー。サイド使おう、サイド。この残り時間、ビハインドの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない。あー、なんで、なぜだ、なぜなんだ、チョコボール。ムハンマド・サラ、ルカクからのパス、ルカク裏へ届くか。いや、神だろこれ。集中で、いいですね、流れ来ますよね。集中しろ。2点差ひっくり返すぐらいのやっぱ力も持っていかなきゃいけない。いや、オッケー。伸びるやつね、これ怖いよね。いや、見事なゴールでしたね。見事な同点劇を見せています。ワールドクラスになってくると、うわぁ、ゴールが見たいという期待反面、チャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。そうですね、チャンスだ。ナイス。いや、あら、いや無理か。ファーストハーフ終了の笛です。まあ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 、2点入れられましたけど、白熱のゲーム。ちょっとね、守備がぬるかったね、最初。最初の45分を終えました。いや、結局同点ですか。はい、やはり。まあでも後半立て直していきたいな。大丈夫だって意識がどうしても生まれますから。怖いね、やっぱ。ところを持っていかれたという感じじゃないでしょうかね。やっぱこのフォーメーション、攻撃はいいけど、やっぱ守備がちょっとね、ぬるくなっちゃうところあるから。後半スタートしています。ほぼ互角の展開。いや、内部。いやー、ちょっとなぜ左足なんだ。左足になぜかボールがいっちゃうっていう。左足にボールがいっている。あ、待って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 。いいボールだ。イニエスタ、いい展開ですね。まずい、それ。いや、なんで。でも入力がちょっと遅れてんのかな。なんかさっきから動きがやばい、ちょっと。ナイス。これは素晴らしい守りでしたよね。ゴールを守るのはキーパーだけじゃないぞっていう気迫を感じましたよね。なんでなんで、キャンセルが入らん。と呼んでいた。前線にボールを送ります。あー、そういうことか。やっぱ一個ずつ早めにやっていかなきゃいけない。この試合でアシスト2つ記録しています。
ナイス。カバーしましたよ。ナイスポアティング。ルカク。ジェイミー・バルディ。ここは競り勝ちます。空いてる。さあ、左へ預けて。味方を走らせる。メッシー。いや神よっしゃー。 いや今のはいい崩しちゃった。やっぱ集中するの大事だね。そう、実況する前に前提としてやっぱね、勝ちたいから。はい、これいい、これ、いや、そう、マニュアルパスしたんだけど。どう生かしてくるんでしょうか。もういい形ですぞ。いやー、マジか。でもこれで僕がちょっと落ち着いてプレーできますね。起きましたよ。撫でるようなボールタッチ。はい、よし、イエスイエスイエス。神だな、やっぱここに来て2点差はやっぱ集中力大事だわ、本当に。集中のね、やっぱにその入り、試合ちょっと入りがね、完全に浮いた状態というか、心がね、なんか守備からちゃんと入るような気持ちができてなかったね。ここ大丈夫、サポートいないから。ナイス。いやー、それボール取られるな。いやー、ナイス。強いな、ボアティング。逆かな。オッケー。なるほど。アレクシス・サンチェスからのパスは通りません。ああ、まあまあまあ、いい。あれでカウンター食らうよりもオフサイドになってもらった方がいいね、こちらとしては。ここで交代していきましょうか。大丈夫。いや、いいね。え、オフサイドないの？オッケーオッケーオッケー。オッケー牧場だぜ。いやー、ちょっと本当にもう、マジで最初の2点差の時焦ったよね。どうしよう。ルック、まあ、モラタ絶好調でイグアイン入れて、メルテンス入れましょうか。じゃあね、右メルテンスでいこう。メルテンススパサブやばいからな、ドリブル抜きで。頼むよ。もうワーデン、ここは繋いでいきましょう。メルテンス。メルテンス、はいはい、抜けてくる、はい、いい展開ですね。オッケーオッケー。メルテンス、やべ、調子乗っちゃった。ナイス。ここは落ち着いていこう。さあ、どこです。逆か、もう一回逆振ろう。いい以外の間、いやプレスうまいね。味方を走らせる。いや、うまい。いや、サンチェスこれ絶好調じゃない。結構調子が、なんか動きがやばいんだよ。ヤヤトゥレはやっぱ重いからね、ちょっと。いやー、イグアイン、いい抜け出しなんだけどね。いや、オッケーオッケー、これは大丈夫ですね。メルデンス、ゴー。いや、大丈夫、勝てる、オッケー。ナイボ、いやー、惜しいぜ。モラタか、今の。モラタに出して逆とか使えればベストだったね。オッケー、あれた、いや
まずい。うまいね。パスかな。オッケーオッケーオッケー。ネイマール。もう一度。はい、オッケー。Are you okay?ああいうオッケーっておかしいか。いやーメルデンスじゃねえや。おこれおとりになったね。もらったが今いいおとりになったね。うわっメルデンスどこ行ったってか。シャカね。ネイマール空いてる。えファールじゃないのこれ。ここは読んでいました。たまたま。OKOKOK。メルテンス、いや、なんか動きがやばいことになってる。裏を狙っていきます。おいい形ですよ。さあ、つながるか。シュートもあります。OK。ちょっとね。OK。いやー、メシ神。OK。はい、ということでね、ちょっとね、実況クソみたいだったけど、集中力ね、ちょっと出し、やっぱ2点差でちょっとなった時点で結構やばかったんでね。で、試合ね、ちょっとリハビリというか、試合リハビリというか、最近試合あんまできてなかったんで、まあ、そう考えるとかなりでかいですね。今回の勝ちは。やっぱね、1個ね、遅れたりするタイミングが。それで2点ね、前半早々に入れられて、まあ、お相手がね、多分余裕持ってね、試合できててね、そこをうまく疲れて、ちょっと焦ったんですけど、まあね、集中力、もう一回ちゃんと1から取り戻して、逆転することができました。はい。いやー、ちょっと良かったね、でも。メッシのゴール、神だったね、正直。メッシ、やっぱ 8.0。調子というか、評価点、マックスですね。いやー。レートは持っていかれるとこでしたね、これ。負けたら。はい、ということでね、今回ね、まあ、レート2ゲットできて、また次回も買っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、コメントの方もぜひぜひよろしくお願いします。Twitter の方もね、フォロー待ってます。ではまた会いましょう。さよなら。さよなら、ゴスター。